田大輔と申します。絵本作家でイラストレーターもしております。個展とかで作品展っていうのをやるときはこういう段ボールで色になってそれを組み立ててちょっと半立体みたいな形で、でそれをまあ置いたりとか展示したりとかっていう作品を作ったり、まあ作家活動としてはそれ割とメインでやってますね。まあなんかこの半立体でやってる人が別にあんまりいなかったの、もしかしたらこれちょっといいかもなと思って、自分の個性になるかなみたいなのもあって、すごいまたアメリカ帰りたいなっていうか、アメリカ行きたいなって思いがすごい強まってた時期で、向こうの色彩感覚とかなんかに憧れてる部分がやっぱりすごいあって、それをまあ表現したいなっていうのがベースにあって、でまずはこのこっちがやっぱライバルっていうタイトルで作品なんですけど、その向こうでやっぱり本屋さんによく好きで行ってて、その本屋さんとカフェが併設されてるのって結構メジャーだったんですね、僕が行ったところは。なんかちょっとおしゃれなおじさんがなんか昼間にこうコーヒー飲みながら本読んでたりっていうのがかっこよくて、あんな老後を過ごせたらいいなみたいなのもあるし、これは向こうでやっぱちょっと知り合いとかにはいなかったんですけど、近所の向こうに住んでるいい感じのおばちゃんがこうベランダの玄関先というか外側でちょっと庭になってるところのカウチに座ってて、なんかちょっとした家のホームパーティーの着飾りもしてるけど裸足でリラックスしちゃってるみたいな。芝居が大好きで、熊のぬいぐるみが好きっていうところから来てるのかもしれないですね、ルーツとしては。ちっちゃい頃からぬいぐるみと共に暮らしてきたと。でその芝居の子犬とかってほとんど熊みたいになったとかするじゃないですか。あれ可愛くて割とハマってたのは、あの首輪がこうちょっとグッてなってる時のこのここにタポって一回段ができることをハマってたんですけど、最近は耳が猫みたいにペロってついてるんじゃなくて、意外とこう奥行きがある立体感があるんで、そのこう掴める感じというか、耳自体のパンでできてるみたいな感じちょっとこだわってます。ただなんか最近はその猫の方が作品としてこういろんなところに落とし込みやすいというか、どんなに遊んでも猫になってくれるみたいな面白さがあって、うん、でも日々ほぼこれと同じようなあの落書きを毎日のようにしてて、なんかいろんなちょっとこんなのアイデアとしていいかもっていうアイデアスケッチしたりとかっていうノートがあって、あこれのなんかまとめた版というか人に見せられる状態にしたものを一個作ってみようって言って行き着いたのがこれなんですけど、文字でも文章でも書けるっていう意味ではある種僕の中で一番自由な作品なので、文字が多いから絵にしようとか、絵が多いから文字に入れちゃおうとか浮かんでくるんで、その埋めてく感が楽しいというか楽しいです。デザイナーとして働いてたんですけど、ちょっとこのままでは絵を描けないぞっていうことで、
思い切って辞めた時にちょうどあったコンクールに、あ、これを出すしかないと思って絵本、なんかもう右も左も分かんない状態でとにかく書いて送ったら、それでたまたま賞が取れて、でそのまま出版という流れになったんですよ。ザ・ドキュメンタリー的な、なんか命、猫ちゃんとその命みたいなところがあったんで、結構そのイメージがついちゃってる部分もあるんですけど、実はあれはもうそういうアイデアがあったからできただけで、本当は僕はただ子供たちがゲラゲラ笑って、なんかもうペラペラめくって、もう何度も何度も見ちゃうみたいなのが本当は作りたくて。コメディって言うとあれですか、現実にないから、絵本だからこそ表現できるやつがいいですね。なんか教育によっちゃってるとか、なんかこんなことを子供たちに教えたいとかが入っちゃうと、なんか僕はちょっと楽しめないかなと思って。でもまあ、結局自分の中からしかは出ないので、なんか自分が好きなこととか、笑えることとかを探してますね、最近は。すごい楽しかったんだよっていう話をするときみたいに、あ、この人楽しかったんだなって思ってもらえるような個展とかにはしたいですよね。やっぱりその見に来てくれた人がなんか来たら楽しくなっちゃうみたいな、ちょっと大げさですけど、そのテーマパークとかに行くとその世界に飲まれて自分まで楽しくなっちゃうみたいなのを見てて、なんか勝手にその絵見てクスッと笑ってくれたりとか、そういうのがあるとすごい